買いました。買っちゃいました。これ200キロ走るらしいですよ。やべえ、超ワクワクする。これ購入したのがビッグカメラの有楽町店なんですよ。で今後ろで牧原紀之がスパイダーめっちゃ歌ってますんで、これ著作権的に問題あるな。これ人がいてめちゃめちゃ喋りにくいんですけど、これステップクルーズ、ブリヂストンのステップクルーズ2022年モデルです。2022年の11月に発売されました。何が変わったって、特にバッテリーとかモーターとか変わったわけじゃないんですけど、なぜかね200キロ走るとエコモードで、なんでこれでちょっと減量と遊びをしてみたいと思います。と言いますのはもう仕事がめちゃめちゃ忙しくて東京離れられなくなっちゃったんですよ。少なくとも半年は離れられないビッグプロジェクトが入ってしまいましてですね、まあまあそれについてはおいおい言ってきます。でレビューもおいおいやるんですけど、今回ねつけたのはこの後ろのカゴ、旅行くときは前に荷物乗せるよりもこっちに乗せた方がめちゃくちゃ楽なんで。であとですね、なぜこのステップクルーズにしたか、坂本さんあなたいい E バイク結構持ってたんじゃないのよって言われるんですけど、あれね E バイク物が良すぎてものすごい気を使うんですよね。毎回毎回家の中まで持ってったんですよ。だってあれ定価で35万ぐらいしますからね。なんでまあ手放しちゃったんですけど、で今ねパナソニックの SW っていう安いやつで乗ってるんですよ。ものすごい気にはいってるんですけど、まあ半年東京離れられなくなったんで、まあ運動不足の解消にもいいかなと。でなぜこれかっていうと、見てください前輪のところ、あそこありますよね。このチャリンコって回生充電ができるんですよ。もう国内、まあ、海外のも含めて回生充電ができる電動自転車ってほぼこれだけ、これとあと TB1E ブリヂストングループの自転車のみなんですよ。なんでこの回生充電がうまいこといくんで、バッテリーはね 9.9 アンペアぐらいかな。でそのおかげで200キロ走ると。であとですね TB1E っていうめちゃくちゃ有名なチャリンコもあるんですけど、こっちにしました。でなぜかというとですね、このママチャリスタイルでこれが一番かっこいいなって僕個人的に思ってるわけですよ。であとこの色、この黄色がねどうしても欲しかった。ちょっと良くないですかこの黄色、センスがいい。であとはですねこれですよ、ドライブベルト、ベルトドライブ。このチャリンコ乗ったことなかったんで乗ってみたかったんですよね。僕自転車結構好きなんですけど、しばらく乗らないとチェーンが錆びてくるのがすごい嫌だったんですよ。でこれチェーンの耐久性と比べて5倍の耐久力があると。よし。で一点気になるのがこのハンドルなんですよね。かなりこう手前にグイってなってるんで直立の姿勢になるんですよ。直立の姿勢になるとチャリンコの場合腰にものすごい負担が来るんで長距離が向かないんですよね。でまあただこれはしばらく乗っておいてバーハンタイプに変えます。こうストレートタイプに変えようかなと思ってます。じゃあちょっと行ってみましょうか。スイッチはオンでバッテリーがフルで、このこれいらなかったんですけど、対応してくれた店員さんがすごいいい人だったんで、これ売ったらポイントになるっぽいんですよね、どうも。だからこれ買いました。990円。で、これがですね、アシストが3種類あるんですけど、まあエコモードでいいでしょう。で、シフターは3段。内装の3段ですね。ベルトドライブ、ドライブベルトっていうのかな？駆動方式がドライブベルトなんで、まあどうしても3段にせざるを得ないと。あ、3段じゃなくて内装ですね。インター3ってやつですね。そうせざるを得ないと。まあ別にそれはいいんじゃないかな。よし。じゃあどこ行きましょう。とりあえず荷物が多いんで、一回新宿に戻ります。こっから新宿までだいたい10キロぐらい。思いっきり GoPro 持ってくるの忘れたわけですよ。で、多分あれが皇居。これやばいな。ハンドル早々に変えなきゃいけないかもしれない。っていうのも僕の足が長すぎて、ここ当たっちゃうんですよ。ガン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 当たっちゃうんですよ。ちょっと危ないな。あ、でも快適だ。快適だ、これ。で、この自転車、回生があるって言ったじゃないですか。左のブレーキをこうやってかけるか、こう、漕いでいる足をね、止めると回生が始まると。だから、弱く前輪の方にブレーキがかかるんですよ。
だこれいいですね。楽しみだな。どっちから行こうかな。左から行っても右から行っても多分変わんないんですよね。右から行きますか。右から行った方が坂がある。いいですね。もうあったかくて。チャリンコ日和だ。めちゃめちゃチャリンコ日和だわ。これチャリンコの距離稼ぐ。距離を稼ぎたい場合は、ここの皇居の周りをぐる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 回るといいと。ああ、いいですね。いいなぁ。おぉ、皇居の桜や。綺麗だな。ワイの実家、超高層タワーマンションまで戻ってきました。バッテリーは 5% 減りましたね。いや、余裕でしょ。すごいな。でもただね、やっぱりね、これね、当たりますね、ここ。ハンドルは変えたいな。変えたいけど、まあ、しばらくはこれで、行きたいと思います。というわけで皆様、短いですが、またチャリンコですよ。でもね、僕のね、チャリンコの動画、割とね、評判がいいんですよ。はい。ちょっと、走ってきます。これ何キロ走るかとか、あとバッテリーの充電、ポータブルバッテリー持ってますんで、ポータブルバッテリーでどんぐらい充電してどこまでいけるかっていうのもやろうと思います。やろうと思いますけど、今体重ね、僕ね、大きな声じゃ言えないんですけど、100キロ超えちゃってますからね。すごいな、すごいな。20キロぐらい太ってますからね。なんでちょっと体絞ってからじゃないと遠出はできないんじゃないかな。どうなのかな。まあ体力作り頑張りたいと思います。明神です。桜がめっちゃ綺麗だ。え、考えてみると神田明神って初めて来ますね。チャリンコはいいですね。で、どこに来たかというと、これ秋葉原です。メイドさん見えますよね。これ秋葉原で、バッテリーは全然減らない。これ 85% か 80% を切らないと快晴充電が使えないんですよ。なんとかね、快晴がどんなもんか調べたいんですけど、これは今日は多分8割を割り込むのは相当難しいでしょうね。で、みんな大好きヨドバシ秋葉。これチャリンコのフロアが結構ね、でかいんですよ。ハンドルをちょっと見に行きます。まだ買えないですけど。あそこがヨドバシ秋葉。で、チャリンコ、2時間無料。10時間まで100円なんですよ。最近はなんか割と、こう、チャリンコ置き場が増えてきましたね、東京も。ナイスナイス。新宿からここまで、だいたい5キロ。いや、7キロぐらいかな。途中でこのアプローチ止まっちゃったんですよ。すごいな、秋葉っぽい。もうだいたい綾瀬はるか。やっぱヨドバシ秋葉はすごいわ。ほんと一日遊べますからね。はあ、素晴らしい。で、ここがチャリンココーナーで、割となんか品揃えがすごいんですよ。で、パーツはあんまりないのかな。あそこら辺にありそう。これターンのベクトロンですね。僕が昔乗ってたやつ。かっこいいな。やっぱかっこいいですね。すごい。ステップクルーズが全色ある。これね、コロナの最初の頃、ほとんどなかったんですよ。物が。最近落ち着いてきたんですかね。でも半導体不足は相変わらずだっていう話なんですけどね。あとはこれ見てください。まあ、あの、興味ない人は興味ないかもしれないですけど、これヤマハが最近出した最新型の E バイク、31万なんですけど、これはね、安いと思う。これはすごいっすよ。ああ、いいな。太めのタイヤで、このバッテリーが一体式で、しかも全色あるっていうのすごいですよね。で、こっちがワーバッシュってやつ、このグラベルロードですね。これは高いんですよ、43万。
ただ僕があんまりこの形はあんまり乗らないかなっていうところなんで、これとね迷ったんですよね。迷ったんですけど、見てください、こう走行距離がね、やっぱりねステップクルーズの方がいいんですよ。でもステップクルーズ疲れるんですけど、でもね疲れるのはまあまあそれはそれでカロリー消費になりますからね。であとねチェーンがねやっぱりベルトドライブにしてくれればいいかなと思って、でこのワバッシュとかあとクロスコアとかめちゃくちゃあるんですよ。あそこにもあるし、すごいな、すごいぞ、ここは宝の山だな。でパナソニックのマウンテンバイク型、これもすごいな、ほとんどバイクだな、すごいわ。こんなにごっつくて割と走るんですよ。これ200キロ走ったらこっち買ったかもしれないですね。いや好きなんですよ。僕ねチャリンコ好きなんですよ。おーいいな。やっぱりいいですね。ちょっとここだけなんか雰囲気がフランスって感じ。さあどこ行きます？バッテリーが全然減らない、全然減らないぞ。よし、代官山に行こう。代官山の蔦屋だ。これはどこだ、コレドって書いてあるんで多分日本橋かな。あ、ちょっと日本橋っぽいですよね。綺麗だな。銀座です。銀座に着きました。あっという間ですね。でバッテリーがまだ 90% で、足を止めるとくるくる回るんで見てください。ほらこれ快晴なんですよ。快晴しております。で 90% 以下で快晴するっぽいですね。いやーでも全然疲れない、全然疲れないんですけど、前乗ってたベクトロンよりはやっぱりね段違いで疲れますね。でそれは体がなまってるからなのか、それともめちゃくちゃ太ったからなのかは分かんないんですけどね。でもねいいんですよ、それ狙ってるんですよ。前のベクトロンは快適すぎて、走りが快適すぎてですね、全然カロリーが消費できなかったんですよ。なんであえてやや重いチャリンコを選んだと。これね25キロあるんです。25キロ、重いっすよね。でポジションもあんまり良くないし、でもねこれはねあえてです。見てください、皆さん右手にみんな大好きアップルストア、アップルストアでございます。あやべ、東京タワーが見える、東京タワーが見えるってことはなんか変なとこ来ちゃったかな。これもうどこだ、あなんか虎ノ門ヒルズって書いてある。見えます、虎ノ門ヒルズ。これねナビ使ってないんですよ。自分の記憶だけで代官山までたどり着けるかって話です。全然わかんない。ミニストップでソフトクリーム買ってきました。あとこれアイスコーヒーね。これうまい。見てください、このおしゃれな感じ。なんだこれ、高いぞ、高いなこれ、高いなこれ、すごいぜこれ。で僕ね気づいちゃったんですよ、東京都内で遊んでてもチャリンコで、しかもナビ使わなければ旅気分ですよ。ここはどこなんだっていう。だからもうね意地でもナビ使わない。これは楽しい、これは楽しい趣味を見つけてしまった。でため池山王ですよ、ため池山王。色が飛んじゃってダメだなこれ。いける、ダメだな、どうだ、映らない、赤坂が言えてない、赤坂見つけです。もう大丈夫でしょ、これまっすぐ行けば渋谷で、渋谷までつくかつかないかぐらいで左に曲がれば多分代官山、余裕だな。でバッテリーはまだ全然90だ、減ってない。戻ってきました、東新宿駅。代官山まで行こうと思ったんですけど、もうね閉まっちゃうんですって10時ぐらいに。いや嘘です、調べてないです。ちょっとケツが痛くなってきたんで今日のところはこれで失礼いたします。あんで大事なことなんで、バッテリー今日1日でだいたい25キロぐらい走ったんですよ。で 85% なんで 15% 15% で25キロだから
よくわかんないですね。だいたい計算すると、まあ、200キロは走れるんじゃないかっていうところです。とりあえずこれをね、ゼロにしたいんですよ。めちゃめちゃ時間かかりそうだな。というわけで皆さん、ブリヂストンのステップクルーズ、いいですよ。めっちゃ気に入った。